湯原俊二君、湯原君、はい、立憲民主党の湯原俊二です。よろしくお願いします。まずもって能登半島地震で亡くなられた方に哀悼の意を表し、ご遺族の方にお悔やみを申し上げ、そして被災された方お見舞い申し上げ、一刻でも早く元の生活で戻れるように、私も政治の場に身を置く者として尽力してまいりたいと思いますし、人命救助復旧復興のためにですね、警察消防自衛官行政関係者、あるいはインフラ復旧のためにもさまざまな方がご尽力いただいていますことに改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。その上で質問に入りますけれども、冒頭この問題は地方創生とこの十数年間自民党政権はおっしゃっておられましたけれども、果たして日本の地方は良くなったのかどうか。岸田総理は施政方針演説で、地方の活性化創生なくしては日本の発展はないというふうに表明しておられますけれども、その大元の地方が良くなってきたのかどうかを問いたいと思っています。実は私、学校出た後ですね、鳥取県から出ていました自民党の相沢秀之事務所に入りました。旧会館ではですね、第一議員会館7階721号室という角部屋でありまして、隣がですね、先日まで、農林水産大臣やっておられた宮下さんのお父様、宮下総平さんが隣の部屋でした。で、その先がですね、宮下総平さんは長野出身でありますし、その先はですね、新潟から出とられる渡辺秀夫さん、秀夫さんで、その先がですね、広島から出とられる岸田文武さんという先生がおられました。今から40年ほど前の話でありますけれども、ご批判いただくかもしれませんけど、当時の自民党はですね、やはり中選挙区制ということもあったせいもありますけれども、競い合ったように地方、あるいは、国民の暮らし、第一次産業、我々同僚議員が昨日来質問しておりますけれども、農林水産業の問題、中小零細企業の問題、これらを競い合うかのようにエネルギッシュに議論をし、そして今に比べればはるかに国土の均衡ある発展、産業間の格差がない社会を作ってたんじゃないかと、私はそう認識を持っております。その上で、地方創生、この十数年間おっしゃってた結果がどうかということを申し上げたいと思います。まず1枚目のパネル資料をご覧いただきたいと思いますけれども、これは、佐藤栄作内閣の時に過疎法ができまして、名称はさまざま、要件は変わっておりますけれども、それ以降、過疎地域が指定になってきております。以前の民主党政権時代と比べるとですね、過疎地域、全国に占める割合がですね、この数字でありました。全国における 57. 点、ちょっとの数字でありますけれども、過疎地域は指定になっていた、57.3% になります。ところが地方創生と言いながら、実際今、岸田政権になっては 63.2%、過疎地域は拡大をしてきているという、こういうものであります。2枚目のパネルお願いします。東京一極集中でありますけれども、これは人口であります。2022年と23年、いずれもですね、東京に一極集中が進んでいる。特に23年の方が増えていってる。つまり、東京一極集中が加速をしながら、片一方で地方から人口が減少してきている。こういうグラフであるわけであります。そしてその上で、私、実は9年間落選をしておりまして、9年間鳥取の地元をずっと歩いて、いろんな方々の声を聞いてまいりました。今日まで同僚議員が発言をしておりますけれども、重ねてで申し上げます。まずはですね、日銀の金融政策の結果でもありますけれども、円安、物価高でですね、生活が苦しくなってきたという声を非常に聞いております。そしてまた、地域において、特に中山間地域でありますけれども、若者が流出をしていっている、生活が、厳しくなっていますから、人口減少、空き家が増えていっている、地域が崩壊しかねない、こういう状況も聞いております。あるいはですね、米価が下がってですね、これは涙ながらに私におっしゃったんですけども、米価が下がって稲作に年金をつぎ込まなければ、米が作れないんだと。湯原さん、それでコンバイン、稲刈り機です。
壊れたらもう稲作廃業しなきゃいけないんだと、こういう声も聞いております。同僚議員が言っておりました飼料ですね、餌代あるいは農業資材が上がって、畜産酪農家は廃業せざるを得ない状況も出てきていると。あるいは中小零細企業では原材料資材が上がってですね、価格転嫁ができずにですね、大変経営が圧迫されている、こういう状況もあるわけであります。あるいはですね、マイナス金利政策の結果でありますけれども、地方銀行が体力を消耗してですね、支店の統廃合が起きてきている。年金を引き出したくても、支店が窓口がどんどんと撤退して離れていっている。これは農協も一緒ではないかというふうに思うわけであります。あるいは、どこの中山間地域もそうであろうかと思います。小売店がなくなってですね、なかなか、品物を買うことができない。あるいは、バスの運転手さんがいなくなって、減便になって移動すら難しいと。あるいは、高齢化率が高い地域であっても、医師の偏在があってですね、医療にアクセスができなくなりつつある。特に高齢になると、整形外科が必要でありますけれども、腰とか、膝などの整形外科、この専門医の偏在あってアクセスできないんだということを言われています。そしてもう一つ、昔はそうではなかったけども、今、地方で共稼ぎで一生懸命夫婦で働いても、子どもを県外の大学に進学させることができないんだと。奨学金を平均で300万も借りなければ、借金させなければ、地方からは進学させることができないんだという、こういう声を聞いているわけであります。言葉だけで地方創生、地方創生といってもですね、実際の地方の実態はこういう状況ではないか、ご認識をいただきたいというふうに思っております。お願いしたいと思います。そして、併せて、この原因が何かというと、私は小泉政権から三位一体の改革が始まりましたけれども、新自由主義的な国づくりが結果として地方を切り捨て、国民の生活を危うくしている、こう考えるわけでありますけれども、この点についてご認識いただきたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご質問の三位一体、改革ですが、この改革自体は、この国から地方への税減以上の実現、あるいは国交補助金改革、こうした取り組みを進めました。地方の自立や地方分権の進展に取り組む改革であったと思いますが、他方で地方交付税の急激な削減など、財政力の弱い自治体にとっては厳しいものになった。こういった指摘があると承知をしています。その中で、人口減少が著しく、特に、財政力が弱い、過疎、地域に対しては、これまで5次にわたり過疎法を、議員立法により制定し、地域間格差の是正という基本的な考え方に基づいて過疎債や、補助率のかさ上げなど、支援、措置を講じてきました。産業の振興、交通生活環境、福祉等の施設整備など、一定の成果は上がっているとは思いますが、この過疎地域においては、人口減少、あるいは少子高齢化、これは一段と進んでいます。こういった厳しい現実の中で、この担い手、移動手段の確保、あるいは集落の維持、活性化、こうした大きな課題も、この課題も大きくなっている、こうした現状にあると認識をいたします。はい、委員長。湯原俊二君。ありがとうございます。加速化、人口減少は地方において進んでいるという認識を持っておられた答弁だったと思います。私はですね、先ほど申し上げたように、その原因の一つが、やはり新自由主義的な日本の国づくり、自民党政権がこの十数年間やってきた新自由主義的な国づくりが、結果としてそれに拍車をかけているのではないかと、こう考えるわけであります。本会議場でですね、総理はですね、コストカット経済からの脱却というふうにおっしゃっております。2年前は施政方針演説ので新しい資本主義と、こうおっしゃっているわけでありまして、ここのもとにはですね、やはり新自由主義的な国づくり、もっと言うとイコールかどうかわかりませんが、アベノミクス的な考え方が地方の疲弊に拍車をかけてきている。だから脱却をしなきゃいけないんじゃないか。こういう考えをお持ちではないか。つまりはその上で軌道修正する意味で新しい資本主義という言葉を2年前に出されたのではないかと、こう考えるわけですけれども、答弁求めたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。アベノミクスですが、
デフレでない状況を作り、GDP を高め、雇用を拡大し、企業収益の増加をもたらした、さらには全都道府県で有効求人倍率1倍を超えた、農林水産物、食品輸出額は倍増した、訪日外国人旅行消費者5倍になった、さまざまな成果はもたらしたと思います。この岸田政権としては、こうした成果の上に新たな経済モデルである新しい資本主義、成長と分配の好循環、これを実現する、これを申し上げております。新しい資本主義 の肝である官民が連携して社会課題を成長のエンジンに転換する、こういった考え方は、人口減少、少子高齢化、人手不足など社会課題が凝縮する地方経済の活性化にこそ有効であると考えております。ぜひこうした考え方に基づいて、このデジタル田園都市国家構想をはじめ、地方の中堅中小企業の支援、そして農林水産業をはじめ地方を支える産業、これを支えていきたいと考えています。湯原俊治君。委員長、いいことばかり、そうやってアベノミクスの効果、新自由主義的な国づくりのことをおっしゃっておりますけれども、先ほど来申し上げたように、地方は疲弊してきているのは間違いないということを、総理自身が進んできているというふうに、最初の質問でおっしゃっているわけであります。アベノミクスの功の部分を先ほど来おっしゃっておりますけど、この罪、マイナスになった部分をですね、特に地方において、第一次産業において、中小零細企業において、あるいは年齢が高い高齢者においては、負の部分が非常に大きくなってきてるんじゃないか、こう私は考えるわけであります。ぜひ、そういう意味でですから、新自由主義的な国づくりから、新しい資本主義、コストカット経済からの脱却という、ご自身で逆に言うと、これはある意味で軌道修正をおっしゃっていると、私はそう言わざるを得ません。その上で、次のパネルをお願いしたいと思います。これはですね、昨年12月に、国立の社会保障人口問題研究所が公表した地域別の、将来推計で、人口の将来推計であります。これ、私見たときですね、非常に危機感を持っています。先ほども地方が疲弊してきている、大変厳しい状況だということを申し上げました。ところが、ここに示されているのは、このままでいくとですね、2040年代から50年代、今から考えると大体20年後においてですね、都道府県でいうと、65歳以上の割合が 40% 超の県がですね、今0県から25道県になる。75歳以上の割合が 20% 超のところがですね、今0都道府県、道府県であるのが46、ほとんどと言っていい状況になります。で、この2020年と比べて、総人口が3割以上減少するのが46道府県。これほとんどだということでありますね。あ、すいません、11県かな。ごめんなさい、ごめんなさい、間違えました。11県ということであります。で、市区町村だというとですね、2020年と比べて総人口が半減する、半分ですよ。半減するところが全国の市区町村の2割になると。で、2020年と比べて15歳から64歳、生産年齢人口ですね、これが半減する。半分になるのが 40% 超の市区町村になると。で、最後75歳以上の割合が3割以上が、3% であるのが 46%。こういう危機的状況が何もしないと20年先、30年先にはなるということを示しております。まさにこうなってくるとですね、人手不足、経済減少していきますし、次の資料を出していただければ分かると思いますけれども、これに基づいて、リクルートワークスが書いたものを、朝日新聞が挙げたものでありますけれども、これを見るとですね、公共交通機関等がもうサービスが激減してくる。医療、介護をはじめとしたセーフティーネットが破れてくる。老朽化した施設、道路や橋がですね、修繕できなくなってきている。こういうことが、推測されるということでありますけれども、このいかに対応していくかということを、地方創生担当大臣にまずご答弁願いたいと思います。国務大臣、自見英子さん。
お答えいたします。委員も資料でお示しいただきました地域別将来推計人口大変厳しい見通しだというふうに我々も認識してございます。このため湯原委員も問題しか挙げていただきましたが、やはり若年層を中心に地方に対してしっかりと人口を取り戻していくということが非常に重要であると考えてございます。従前より4つの柱取り組んでおりますが、やはり地域において仕事をちゃんと作っていって所得を上げていくということ、あるいは人の流れを作るということ、あるいは結婚、出産、子育ての希望をしっかりと叶えるということ、そして魅力的な地域づくり、ここにはお示しいただきました医療、介護、交通といったものも入ってきます。この4つの柱に沿いまして、従前より地方創生に取り組んでいるところでございますが、さらにこうした取り組みを加速させる必要があると考えてございまして、今後地方拠点強化税制につきまして令和6年度の税制改正で制度の対象となる部門の拡充や子育て施設の対象を追加をさせていただきました。また地方創生移住支援事業でございますが、令和6年度からこれまでは対象としておりませんでしたが、大学を卒業した後に地方に移住して戻ってくる移住する学生への支援の強化を加えました。加えまして子育て環境整備に向けた国民各層に対します情報発信や、あるいは買い物支援も非常に重要なテーマだと思ってございます。こういったものもデジタルを活用しながら取り組んでまいりたいと思っております。いずれにいたしましても引き続き厳しい地方の現状、そういった声を十分に伺いながら総合的に政策を推進してまいりたいと存じます。湯原俊治君。いろいろ政策やっていきますよというご答弁だったと思いますが、しかし今日までの地方創生といって十数年間やってきて結果が今でありますし、人口問題研究所の推計もこのままだとこの20年30年先こういう危機的状況になるというふうに、推測しているわけでありますが、私はですね、もっと抜本的に国づくりのあり方を変えるべきだと思っています。諸外国を見るとですね、先ほど税制の話も若干おっしゃったですけども、過疎地域、地方と標準的なところと大都市部と、さまざまな税制、一律的、確率的なものではなく、もうダブルスタンダード、トリプルスタンダードぐらいに税制も変えていく。あるいはですね、診療報酬、これはドイツなどがやっておりますけれども、過疎地域、先ほど医師不足の話しましたけれども、過疎地域に診療所を開く、診療報酬を上げていく、医師を新規参入していただく、あるいは都市部では抑制傾向を図っていくところで、一律にシステムを作るのではなく、過疎地域と標準的なところと、大都市圏とトリプルスタンダードぐらいにおいてですね、大胆に国づくりを変えていく、このことが必要ではないかというふうに思っています。そしてもう一つ、先ほど新自由主義的な国づくりが地方を疲弊させたのではないか、こう申し上げたわけでありますけれども、やはりですね、東京一極集中を進めて、加速させているのは、やっぱり中央集権的な国づくりが、日本の一極集中を、東京一極集中を加速している、私はそう見ております。やはり地域に権限と財源を大胆に移譲していってですね、地方分散型、こういう国づくりに変えていくことがですね、是正する、国づくりを大きく転換する、そのことにつながっていく、こう考えるわけでありますけれども、ご答弁願いたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず思い切った国づくりを進めなければならないということで、委員の方から地方にインセンティブを与えて、都市部を抑制する、こういったことも考えるべきだというご指摘がありました。ただ、基本的には私自身のこの東京圏への過度な一極集中については、この地方への人の流れ、これをより力強いものにして、東京と、そして東京圏と地方と、これはやはりウィンウィンの関係をまずは目指すべきであると考えています。今進めているデジタル田園都市国家構想、これは人の流れを作るということを重要な政策の柱に掲げていますが、この地方移住、あるいは企業の地方移転の推進、デジタル田園都市交付金を活用した地方創生に資するリモートワークや転職なき移住、こういったものを進めるという考え方のもとに、ウィンウィンの関係を模索する、これを基本に置いております。そしてその上で、
まあ、個々の政策において地方にインセンティブを与え、そして、都市部に都市部を抑制するという、まあ、考え方、これは一つの考え方だと思いますが、これはやっぱり政策課題にもよるんだと思います。例えば東京圏をこの金融等において、この国際競争力の観点から、これ、国際競争において、このしっかりと押し上げるという観点で言うのであるならば、まあ、東京都に対してこの容積率の緩和等、こうした政策を行う、まあ、こういったこともあり得るんだと思います。いずれにせよこの政策課題において、この都市部とそして地方とに対してどのような対策を講じるのか、これ現実的に課題ごとに考えていく、まあ、こうした課題ではないかと思います。先ほど申しました基本的な考え方に基づいて、それぞれの課題等においてあるべき政策を進めてまいります。湯原俊二君。岸田総理おっしゃったわけでありますけれども、施政方針でもおっしゃっているように、地方の創生、活性化なくして、この日本の発展はないっていう、つまり地方がいかに大切かということで、ウィンウィンの状況をしていかなきゃいけないっておっしゃいますけど、今日までウィンウィンじゃないから、地方が、過疎地域がどんどんと進んで、東京一極集中が進んできた、ウィンウィンじゃない結果が今のようになってんじゃないか。申し訳ないですけれども、残念ながら広島の選挙区で岸田総理出とられますけれども、地方にはちょっと冷たいんじゃないかなという、私はそう思うわけであります。この原因は何かというとですね、やはり、今の自民党の衆議院議員の皆さん方、やはりこの三親党以内、親御さんから家業のように、国会議員の議席をもらってるに近い、こういう世襲議員の方が非常に増えていってんじゃないかなという、こういうふうに思うわけであります。今、大体260名ぐらい自民党の衆議院議員さんおられますけど、90名ぐらいは、こうした三親党以内、親御さんから引き継いでいらっしゃる。現閣僚、まあ、ここにおられますけども、半分近い、半分ぐらいの方がそういう方であります。歴代のこの25年間申し上げるとですね、この、橋本政権から25年間ぐらい言うと、橋本政権、小渕、森、小泉、安倍、福田、麻生、安倍、菅政権だけ違いますけれども、現在の岸田政権、このほとんどが世襲の衆議院議員が総理大臣になっている、こういうことでありまして、選挙区は地方なんでありますけれども、実際は東京で生まれ育ってらっしゃる、この肌感覚はわからないんじゃないかなというふうに思うわけでありまして、我々ですね、政治資金のことも踏まえてですね、この法案を出しております。政治資金世襲禁止法案、これをぜひですね、国会で審議していただいてですね、政治資金のあり方も議論させていただきたいと思いますけど、この点についてどのようにお考えか求めたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君。政治資金世襲禁止法案、提出されたということでありますが、この、まあ、政治資金についてはこれはもう当然のことながら、これは相続とは異なり、まあ、親族に対して当然に引き継がれるというような類なものではない、これは当然のことであると思います。解散するか存続させるか、あるいは誰を代表にするのか、この個々の政治団体において判断するべきことであると思います。その上で、政治資金の問題については各政治団体の政治活動の自由にも配慮することを念頭に置きながら、この問題について議論すべきだと考えます。ただご指摘の法律、まあ、議員立法でありますので、これは国会においてまずご議論いただくべきことであると認識をいたします。委員長。湯原俊二君。私はですね、最終的には有権者が決めて国会議員が出ていくことでありますが、やはりこうした三親党内のいわゆる世襲議員の方々の政治が、先ほど来答弁いただくように地方から選挙区はあって出てらっしゃるけども、地方にある意味で私から申し上げれば冷たいんじゃないかと、もっともっと世襲議員の弊害ということを克服するためにもですね、さまざまな政策展開が必要なんじゃないかなと、その一環で我々が出した法案に対してのことを申し上げました。最後にですね、今日質問したのはですね、
我が国がこれから先憂えるものとして、新自由主義的な国づくりが地方を疲弊させていってる、あるいは中央集権的な国づくりが地方を疲弊させていって、最終的には施政方針演説であるように地方の活性化が国の発展ということであれば、その地方大元のところが疲弊していってるんじゃないかと、こういうことを申し上げているわけでありますけれども、もう一つ憂える状況があります。文科大臣に質問しますけれども、岸田総理、後でコメントがあればおっしゃっていただきたいんですが、これは日本財団が定期的にですね、若者の意識調査をしております。意識調査。で、各国と比較しております。で、赤枠をご覧いただければ分かると思いますけれども、自分の行動で国や社会を変えられると思うかという、こういうアンケートであります。で、世界各国を見ると、変えられるという答えがですね、アメリカでは 58.5%、イギリスでは 50.6%、中国では 70.9%、韓国では 61.5%、インドでは 78.9%。若者がですね、自分たちの力とか考えとかいろいろあると思いますけども、国や社会を変えられるというモチベーションを持っているんですね、各国は。一方、日本はどうかというと、26.9%。私はですね、先ほど言ったように、地方が元気じゃないと国は発展しない。もう一つは若者がですね、社会や国に力強くアプローチできる。そういうモチベーションを持ってないと、先々日本は危うくなるというふうに思っております。そういう意味で、教育において、シチズンシップ教育というのを世界各国やっております。社会性を高める。社会に対して関心を持ってアプローチするような、そういうシチズンシップ教育をやっておりますけれども、日本も幾分、狭い意味での主権者教育というのをやっておりますけれども、予算も高々1億円ちょっとであります。ぜひこれをですね、最大限拡充していってですね、このモチベーションが上がるような、若者のモチベーションが上がるような教育をしていくべきと考えますけれども、その点、大臣もお願いします。文部科学大臣、森山正仁君。主権者として社会の中で自立し、他者と連携協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育む主権者教育は大変重要だと考えます。このため例えば初等中等教育段階では令和2年度から順次実施されている学習指導要領において高等学校に自立して社会に参画する力を育むことを狙いとした新たな必修科目、公教を設けるなど、主権者教育に関連する内容の充実を図っており、各学校において指導が進められているところです。また、各学校における取り組みを支援するため、総務省と連携して、すべての高校生に対して政治や選挙等に関する副教材を配布するほか、令和6年度予算案において、指導の充実に関する実践研究に必要な経費を計上しております。いずれにせよ、今後とも総務省ほか関係省庁等と連携しながら、必要な予算の確保も含め、主権者教育の取り組みを推進してまいります。内閣総理大臣、岸田文雄君、端的にご答弁をお願いいたします。若い人たちが社会を変えられるかという、変えられるという思いを、持つことの大切さ、ご指摘ありましたが、今、私自身、多くの若い人たちと接する中で、またですね、例えばスポーツの世界における大谷翔平選手だとか、あるいはスタートアップの世界における若い経営者ですとか、こういった人たちを見ておりますと、日本を変えるどころかですね、自分こそが世界水準だというこの志を持ってこの取り組んでいる、こういった人時代前より一歩進んだ若者たちも大勢出てきている、こういった現実も目の当たりにします。しかしその一方で、委員ご指摘のように、この統計を取ってみますと、多くのこの若い人たちが、この変えられると思うということについて消極的な答えを出している。この格差みたいなものを改めて感じます。いずれにせよ、この日本全体にこうした自分たちが変えられるという思いを、志を持ってもらう、こういった雰囲気を広げることは大事だと思います。今言ったような格差も念頭に置きながら、こうしたみんなが元気になる雰囲気をどうやって作っていくのか、政治の立場から考えていくこと、これはぜひ考えたいと思いますし、大事なことだと思います。
湯原俊二君。終わります。これにて湯原君の質疑は終了いたしました。次に